リコ、準備は済んだか？もちろん済んでるよ。あそこだ。今今のは。どうしたの、レグ。リコ、静かに。誰かいる。本当だ。どこ？あそこだ。助けを求めてる。倒れてるのは、タンクつくだ。僕が追い払おう。レグ、待って。手出しちゃダメ。罠かもしれない。あれ。泣きかばねっていうの。獲物が助けを呼ぶ声を真似するんだけど、ああやって自分たちのコロニーに誘い込んでるの。だから、あの人はもう。どうしがたい。いけない！襲ってくる！逃げよう、レグ！レグ！仲間が集まってきたのか。迂闊。このままじゃリコが。ダメだ、やめてくれ。何か手は。この感覚は。体が思い出した。無事だった。でも
もしあれがリコに当たっていたら、何なんだ、僕は一体何なんだ。僕は気を失っていたのか。リコ、リコは、あ、レグ、起きた。ねえねえ、大丈夫？全然起きないんだもん。僕は大丈夫だ。それよりリコ、君の方こそ大丈夫か？うん、ありがとうレグ。助けてくれたのうっすらと覚えてるよ。それに、あのすごい光はレグが撃ったんだね。ああ、無我夢中だったんだが。ねえねえ、やっぱりレグの手のとこから出たの？名前何がいいかな。インシネレーターにしよっか。リコ、とてもそんな気分には。危うく君ごと吹き飛ばすところだったんだ。もしそうなったら僕は。レグ、大丈夫。これから先もっと大変な相手が出てくるんだよ。それらと戦う大きな力が手に入ったと考えよう。だから一緒に特訓してこの力を使いこなすんだよ。了解した。でもレゴが起きなかったのって仮想砲を撃って疲れちゃったからなのかな。そうかもしれない。これからはちゃんと使いどころを考えなければ。さあ出発しよう。まだまだ誘いの森に入ったばかり。目指すはシーカーキャンプだよ。何かの気配が。Thank you.
すがに。リコ、準備は済んだか。もちろん済んでるよ。
ってたまるか。頑張ろうデブ。へい。何かの気配だ。どうだリコ。どうだリコ、準備は済んだか。
Thank you.
かの気配。
何かの気配が。お願い。よし。今、何かの気配が。今、何かの気配。よし来た。キャンプの方向はこっちでいいのか。うん、もうすぐ見えるはずだよ。ちゃんと覚えてるんだから。お師様、お師様、何か近づいてきます。二人です。一人は赤笛なのですが、もう一人が炭窟家ですらないような。それで王子様、ゴンドラの準備は。え、王子様が。何かの気配が。
シーカーキャンプか。ずいぶん高いところにあるんだな。ふん、まだ生きてたんだ、あのガキ。大きい。身長は2メートル以上あるんじゃないのか。あの頭、どう撫でつけたらあんな髪型になるんだ。それにあの白い笛、この女が白笛、不動鏡、動かざる王禅。あの私、うん、私リコと言います。知ってるよ、ライザの子だよね。あの王禅さんですよね。そうだよ、私が王禅だよ。ま、こんなとこで立ち話でもない、上で話そうじゃないか。リコ、大丈夫か？へえ、よく登ってこれるね。この辺は上昇負荷が緩くなっているとはいえ、子供にはきついだろう。汚いな。少年は平気なのかね？ああ、なんともない。ついてきたまえ。向こうで話を聞くとしよう。キャンプにようこそいらっしゃいました。王禅さん、あの私のこと助けてくれてありがとうございます。うん、私聞いたんです。アビスの中で生まれた私を呪いよけのカゴに入れて、それでお母さんと一緒に地上まで運んでくれたって。ああ、あれね。重くてさ、何度も途中で捨ててこうと思ったよ。あ、思い出すな。大事な金まで放置してさ。ねえ、君は赤笛だろう。ダメだろうに、こんなところまで来ちゃ。あのですね、私、お母さんに呼ばれたんです。それで、レグと一緒に奈落の底に行くんです。リコ、お母さんのことだけ聞いたらすぐ出て行きますから。だから。ああ、そう、そうなんだ。それは、君らがここに来ていい理由になるのかい？ごめんなさい。
とは言っても、赤笛がどうやってここまで来れたかには興味があるけどね。マルルク。はい、お師様。この子たちの話、聞いといて。僕がですか？子供同士の方が話しやすかろう。私まだやることあるからさ、話は明日聞かせてあげよう。今日は泊まっていきたまえ。それからきちんと体も洗っておくように。まったく下ろくさくてかなわん。それじゃあ僕先に行ってお風呂のところで待ってますから。お風呂行く。私綺麗にならなきゃ。了解した。ここを使ってください。お風呂はあっちです。本当は異物を洗う場所ですけど、光線も流れてるんで。私行ってくる。綺麗になってくる。レグさんはロボットなのに不思議ですね。リコさんに話を聞くまでは人だと思ってました。僕も自分がロボだとはあまり思えないんだ。そもそも一体何なのか。ところで君、マルルクでいいのかな。はい。実は僕も不思議に思ってることがあってだな。君のその格好だが。実はこれ、お師様の。なるほど、君も大変なんだな。お互い苦労するな。やだなレグさん、僕そんなことされてませんよ。おや、二人とも仲良しになってる。どう、もう臭くないでしょ。はい、大丈夫ですよ。でもマルルクちゃんは私と同じぐらいなのにもう青笛なんだね。ええ、青笛になれるのは15歳からですが、白笛の直弟子ということで特例らしいです。僕、事故で行き倒れてたところをお師様に拾われて、それ以来ずっとここにいるんです。え、地上へは帰らないの？僕、日の光に弱くて地上で暮らせないんです。お師様、僕を拾って以来ずっとシーカーキャンプの先森を買って出てるんです。いちいち地上に戻らなくていいって理由らしいんですが、もちろん本心も入っているんでしょうけど、本当によくしてもらってるんです。なんだか怖そうな人だったけど、いいお師匠さんだね。ええ、本当に。あ、そうだ、リコさん、レグさん、僕お師様にお願いしてみます。もう少しここに泊まって探掘とかしていきませんか？同い年ぐらいの子がここに来たのって初めてで、僕お二人と一緒にもっとお話とか。私もしたい。あ、でもごめんねマルルクちゃん、まだ奈落の底にいるお母さんがどんな感じかわからなくて、だから急いでいいのかどうかもわからなくて。わからないから急がなくちゃいけないんだ。そうですか。じゃあ今日はたくさんお話ししましょう。僕、お師様からそうするように言われてますし。うん、了解した。おはようございます。昨日の話はお師様に伝えておきました。そしたらお二人に話があるから、お師様の資質に来てほしいっ
ってことでしたよ。わかったよ。ありがとう、マルルクちゃん。いろいろ聞きたがってたけど、ちゃんと受け止める覚悟あるのかな。もちろんです。お母さんのこととか聞かせてください。君たちのことは今朝マルルクからあらかた聞いたよ。確認したいんだけどさ、君はライザの行方を追っているとか。はい、私お母さんに呼ばれたんです。ライザの白笛が上がっただろう。ライザは死んでいる。君が母を追う旅はここで終わりだよ。オーゼン、なぜそんなことを。でもお母さんは私を呼んで。あの手紙、ライザの字じゃないよ。え？なぜそんなものが紛れてたのか知らないけどさ、ライザはいたずらでもそんな字は書かないよ。でも。あれ？君が奈落の底を目指す理由何だったっけ？私自分で確かめに。それに封書にあった謎の人影もレグに関係が。なるほどね。君は気づいていないのではなく、誰にも何にも知らされていないの。何をですか？ほら、これを見たまえ。白くて大きな箱。なんだ、この四角いのは。表面にすごく複雑な模様。2級以上の異物？けど、異物録にこんなものは。そう、乗ってないよ。競売にかけられる前にライザが買い取ったものさ。ここに運んだのは私だ。あ、もしかして呪いよけのカゴ。半分当たり。渡りができない生き物をこれに入れて深層から引き上げると、上昇負荷を受けずに死ななかったから呪いよけのカゴと呼ばれてたんだけど、実は違ったんだよ。え？実際は呪いも受けるし死にもする。ただ、これに入った死体は、動き出すんだよ。わかったのは君のおかげさ。君、死産だったんだよ。死産？そう。邪魔くさいから、君の死体をこの中に突っ込んだら、なんと動き出したのさ。
そんな。要するに君は動き回る死体ってことなんだよ。だからいつ何時元の死体に戻ったとしても不思議じゃないと思わないかい？ねえ、君はいつまで持つのかな？どうしてそんなこと言うの？そろそろ分かってくれたまえ。私は君が嫌いなんだよ。そのぐらいでいいだろう。なんだね、オーバードの少年。あんたの話はとても興味深いが、これ以上リコを傷つけないでくれ。いくらなんでも大人げないぞ、オーゼン。それよく言われたよ。ねえ君、神様って知ってる？急に何を言い出すんだ。ここの人たちはね、あまり神様を信じていないのさ。代わりに何を信じているのかわかる？それはここ。このアビスそのものさ。奈落の底は未知だからこそ、恐れられるからこそ神たりえるんだ。オーゼン。簡単に言って帰ってこれたら、異物の価値もアビスの信仰も足元から揺らぎかねないのさ。いいかい、オーバードが目録に載っていないのはね、見つかっていないからじゃない、存在しちゃいけないからさ。やめて、オーゼンさん。リコ、下がってるんだ。ねえ君、記憶をなくしてるんだってね。いや、本当によかった。思い出す前に処分しておかないとな。お星様、何をなさるつもりですか？おや、マルルク、いつの間に立ち聞きなんて真似を覚えたんだい？僕、ごめんなさい。望遠鏡の確認してきます。マルルク、動くな。友達の最後ぐらい、見とってやりなよ。冷たいな。そんな、星様。冗談じゃない！こんなところで終わってたまるか！力ずくでも行かせてもらうぞ！行かせてあげるよ。君が動かなくなった後でね。こうなったら戦うしかない！Hey!
せてくれるの。それを待てばシーカーキャンプごと焼きかねない。しまれ、細く鋭く、いつの間にこんな近くに。だって君、機械人形のくせに呼吸も瞬きもするからね。そんなに獣にも駆られるだろう。君もそれ当たったらどうなるんですか。このガキで試すとも。へえ、すごいね。消し飛ぶんだ、こんな火砲。お目にかかったことがない。年がたい、年がたいぞ、オーゼン。なんだ、その腕は。何か埋めてあるのか。これかい、千人くさびといってね。全身で120箇所入れたかな。健康の秘訣だよ。人のことをとやかく言う割に、よっぽど人間離れしているぞ、オーゼン。いろいろと気を使うのさ、年だからね。君の人生最後の瞬間だ。楽しんでくれたまえ。仮想砲を撃った反動が反撃しないとか。うん、どうしたんだい。なんだか急にぐったりした。ダメだ、意識が。うるさいな。そんなに大事ならしまっておけばよかったのに。なんだか急に倒れちゃったけど、いいじゃないか。君も遅かれ早かれ肉に戻るんだ。私、長生きしたくてアビスに潜ったんじゃない。あとちょっとしか生きられなくてもいい。でもレグと、レグと一緒じゃなきゃ嫌だ。お願いレグ、負けないで。リコ、ダメだね。君らは不適格だ。あれからどうなった。起きた。起きたの。壊れてないか、レグさん。これは一体。リコ、動いた。レグ、レグ、ごめんね、レグ。ごめん、レグ。僕はリコを残したまま倒れていたのか。みんなにリコを頼むと言われたのに。ああ、こっちも泣いちゃったよ。オーゼンさん、また泣かしたの。かわいそうに。あんたたちは、なんなんだ。俺たちかい。俺たちはジブセリ、オーゼンさんの探掘隊さ。地上に帰る場所のないろくでなしどもだよ。引っ込んでるよう言ったんだけど、
マルルクに呼ばれちまったのさ。あの、僕。泣いて騒ぐしかできなかった小娘に、打って混沌したことがある花砲を考えなしに放つ機械人形。彼らが何一つ正しく判断できない中で、友人を助けるため最良の行動をしたね。さすが、私の弟子だ。お星様。命令に背いた罰として、後でたっぷり裸釣りだよ。覚悟しときな、マルルク。坊主たちがいる間は、隠れてろって言われてたがよ。何度も地響きはするし。マルルクもベソベソになって飛んでくるしの。そうだったのか。マルルク、すまなかったな。いいんです、レグさん。ライザさんの子を試すって言ってもよ、やりすぎだよな。どういうことだ。そのまんまの意味さ。今までの、あれが、演技だとでも？本気さ。本気でやらなきゃ伝わらないだろ。私は子供だましが嫌いなんだ。じゃあ、オーバードは処分するとかは？もちろんそんな気はなかったさ。ただ、君が頑丈すぎてさ、いくら叩いても潰れないから、だんだん興奮してきちゃってね。なんと、年がたい。アビスの深部に潜む原生生物は、私よりはるかに狡猾でしたたかだ。このままじゃ、君にその子は守れないよ。レグ！だから、私が少し仕込んでやるさ。オーゼン？今の君らがこの先へ行っても、せいぜいなれるのは、食い出の悪い餌か、小さめの苗床。あとは地面や壁のシミぐらいさ。もっとも、私が叩き直す途中でそうならないとも限らないが。今回のレッスンは終わりだよ。しっかり休んどきな。はい！ありがとうございます！オーゼンさん！準備ができたら、このシーカーキャンプを出て、アビスの端までやってきたまえ。私は、そこで待ってるよ。了解した。シーカーキャンプはダイボルタという木のうろ穴を利用して作られているんです。今も少しずつ内側の枠を広げて建て増ししています。
は済んだか？